しささしささへ、どうもこんにちは、吉田です。今日ですね、潜りに行こうと思ったんですけど、ちょっとですね、天候が荒れて潜りに行けなかったので、タイにある泊まり湯町っていう市場の方に行ってきました。で、魚を買ってさばこうと思ったんですけど、せっかくなんでね、僕らが潜りで釣けないような魚探してきました。こちら赤町ですね。沖縄の三大高級魚のうちの一つです。和名ではハマダイって言います。三大高級魚はこの赤町と赤人とマクブですね。ハマダイとスジアラとシロクラベラです。で、スジアラとシロクラベラ、赤人とマクブに関しては潜りで突くことができるんですけど、この赤町、水深 200m から 500m ぐらいの深いところにいるので、潜りで突くことはまずできないです。なので、せっかくなんでね、僕らが潜りで行っていけない場所にいるこの赤町という三大高級魚の一つですね。こちらを今回はですね、刺身と寿司と鍋にしていきたいと思います。それではまずはさばいていきたいと思います。その前にですね、赤町を買った時にいろいろ魚が並んでたので、その様子ちょっとだけ動画撮ったので見せたいと思います。どうぞ。はい、それではですね、簡単にこの赤町浜台の説明をしていきたいと思います。これですね、沖縄では赤町って呼ばれたりするんですけれども、まあ、地方によってはですね、呼び方が変わっていて、東京とかではですね、尾長台って言われたり、で、和歌山では赤ちびきって言われたり、高知県ではですね、平治って呼ばれたりするらしいです。東京で尾長って言われてるんですけど、尾長に由来するのはですね、この尻尾ですね、ここが長いから、まあ、尾長台というふうに言われているという由来があるそうです。で、この赤町、だいたい50センチぐらいの、まあ、サイズ買ってきたんですけど、最大でですね、1メーター20センチぐらいまで大きくなります。マダイよりも赤い色をしていて、マダイよりも細長くなってます。で、この魚ですね、肉食性で小魚とかですね、甲殻類を主に食べているそうです。で、口の方なんですけど、結構ですね、しっかりしていて、開くと結構大きい。歯が前の方に2本だけしっかりした歯が生えてます。で、下顎も割と硬いですね。横から見るとこんな感じ、ややしゃくれ気味です。で、この魚の横にですね、ヒラマチっていうのが並んでました。これで、特徴はかなり似てるんですけど、これの方が、まあ、刺身とか、そういう生で食べられてて、で、ヒラマチは焼き魚とかでよく食べられてるというそうです。ちなみに沖縄にはですね、中野町という飲み屋街があるんですけども、この赤町よりも飲み屋街が好きという人も結構多いのではないでしょうか。この赤町ですね、刺身にしても美味しいということなので、この赤町をですね、秋田小町で食べると美味しいこと間違いなし。ということで、より詳しく観察していきたいと思います。目はこんな感じで、こっちはこんな感じで、こっちはこんな感じとなっております。それでは、早速さばいていきます。はい、じゃあまずは、こちら赤町ですね。鱗から落としていきたいと思います。包丁はこちら。なりひらかな多分。これ使います。おぉ、なるほど。鱗はね、こんな感じ。わかりにくいな。取ったか。意外とちっちゃいかな、鱗は。よく飛ぶ。すごい飛ぶ。で、この前、同じく泊まり町で買ってきた、ヒメフエダイ。ミミジャーっていう魚、もう 赤かったんですけど、あれはですね、さばいてる途中に気づいたんですけど、色素ですね。ピンクい色素が一緒に包丁についてたんですけど、この赤町はどうなんだろう。あ、意外とこの辺は、鱗太いですね。この辺は太くて、この辺がちょっとちっちゃいように感じる。ほら、魚って全部こんなもんなのかな。こっちの太さとこっちの太さ違う。こんなもんだっけ、魚って。鱗は意外と剥がれやすい。でも包丁でやれるかは、多分、鱗取りの方がいいはず。赤い魚なので、どうしてもやっぱりね、この前のミミジャーと比較してしまうんですけど、ミミジャーはこう、鱗ここがですね、完全に取れなくてこっち残ったんですよ。この赤町は意外と綺麗にすんなり取れていく。お腹の部分もね、しっかりやっていきましょう。おわうわうわおおあおろ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 。なかなかね、この高級魚、家でさばくことないのでね。潜りでも赤人とかマクブは高級魚なんで、大体水揚げして食べることはあんまないんですけど、赤町に限っては取ることができないので、僕らではなおさら赤町を家に持ってきたのすら初めてです。このね、際がやっぱり残しがちなんで、しっかりこの際も極めて大事なんでね、際だけに、際もね、極めて大事、際だけに、際、際だけにね、際だけ、際だけに、より際立つようにね。しゃあ、で、色素なんですけど、やっぱりね、こう、取れてる、まあ、こんなもんなのかな、赤い系の魚、ほら、鱗と一緒に、この何、オキアミみたいな色素がほら、取れてる、手にもついてる、まあいいや。はい、ということで、一旦洗います。よし、それでは内臓を取っていこうかな。内臓、何が入ってるかな。まずはじゃあ、ケツの穴に包丁先っちょぶつ刺して、優しくいくか。うお、怖いな、結構硬い。よっしゃ、いった。おっ、すっかすか、何にも入ってない、何も入ってないな。内臓が内臓という感じだな。 OK、 気を取り直してさばいていこう。これね、当たってるかどうかは分からないです。もう癖と言っても過言ではない。俺はこっち入れるんですよね、一回。あんまり意味あるか分からないけどね、この動作は。で、ここを切りたいんだよね、ここ。こ
な感じで、エラを取る。エラはもう手で引きちぎろう。いや、頑張って包丁でやろう。今切れたっぽい。結構下手くそ取り方。エラも含めてこんだけしかない。胃袋の中で何も入ってない。あ、匂いはね、磯の魚とちょっと匂い違う感じがする。まあ一応美味しそう。とりあえずこれは捨てる。そして洗う。洗え洗え、綺麗に洗え。 OK。 じゃあ鱗と綿を取った赤マチを3枚におろしていきます。よし、こっからじゃあ包丁チェンジ。こちら、こいつ、こちら、こちら、こちら、よし、こちらでいきたいと思います。よし、この頭のこっからちょっとせ頭を落とさずにいきます。ちょっと角度を変えまして、おお、いいね、すぐ切れる。あ、いいかも、いい感じ。おお、気持ちいいっすね。切りやすいかも。あ、身は結構柔らかいぞ、これ。柔らかい。スッと、すぐ包丁入っていく。下も。あ、結構身柔らかいかも。おお、ここ持って、ちょっとこう押し込む感じがいいかもしれないですね。ほら、取れた。こんな感じです。あー、なんか吉田が思っていたより意外と身はね、濁ってる。これが正解だと思うんだけど、濁ってる。意外とね、思ってたより意外とね、意外と。こいつに入れよう。じゃあ反対側くるっと返して、ちょっと同じように、頭の方に一本入れまして、下から、はい、ここからいきます。こんな感じ。 OK。 今回では頭の部分ですね、この頭の部分とこの部分を鍋に入れていきたいと思います。なので一回バラします。ほい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 。あ、こいつは半分に割ろう。オッケー。じゃあこれをどっからいくか、こっからいくか、こういくか。あ、なんか入りやすい場所がある、ここ。でも今なんか自分で入ってきよった。自分で自ら入ってきよった。俺が入れてないのに。ちょうど目の付けになってんのかな。あ、いけたいけた。やっぱ柔らかいところがあるな、この目と目の間、目となんか間で2つに割って、ここを、ここトンミカせばいいんじゃないか。トンミカすか、こっち。はい、トンミカした。OK。ここから、パッカーンですね。玉パッカーン。OK、じゃあこれを鍋に入れていくかな。はい、じゃあ改めまして。ほい、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 ほい。で、パッカーン。OK。はい、じゃあ先ほどおろしたこの赤町の身をですね、刺身に使う部分と、寿司に使う部分と、鍋に使う部分、分けていきます。まずは、腹の骨のところをピッとやって、こう、すいていくか。こうっすね。この血合い骨っていうんですか、この方も取っていきましょう。スーッと真ん中に入れまして、 OK。 あ、結構血合いほら入ってるね。全部入ってるんかな。一応全部入れとくか。はい、こんな感じで、こっちも同じようにしていきます。OK。 2枚の身が 1,2,3,4 枚に分けられました。次は皮を引いていきたいと思います。赤餅って皮引かない方がいいのかな。両方食べてみようか。皮引くやつと引かないやつ。じゃあこれは鍋に入れるようとして、ここは鍋用で置いといて、でここを皮引き。あー、微妙だね。 OK。 じゃあここは鍋の部分にしよう。はい、あ、いいね。これは刺身にしていこうか。じゃあこれ皮付きのままいこうかな。OK。 じゃあまずは寿司に使う部分から切っていこう。あ、結構固め。とりあえず10枚、寿司ネタ用で10枚ね。ちょいとくか、とりあえず。
はい、オッケー。この皮付きのやつもですね、刺身と寿司用で一応取っておきたいと思います。あとは刺身用にしよう。オッケー、じゃあ盛り付けていこう。ご飯にユニオンで買ってきた寿司酢昆布だし入り、適当に入れる。で混ぜる。ほい、ゲタ。そして今回も大葉、今日はサービス2枚乗せてあげよう。じゃあ前回もお世話になったこのダイソーさんのね、簡単にシャリを作れるやつ。 OK、 ふわっとしすぎたかな。まあ いや、やってみよう。蓋を閉めてギュッと押し込む。おお、素晴らしい素晴らしい。おっしゃー、じゃあネギからいくぞ。よいしょー。こうだな、これいいんじゃない。はい、じゃあ前回もお世話になったこちら、お鍋にポンのやつですね、あごだし、こいつを使っていきたいと思います。2つ入れていこう。潜り込ませていくスタイルですね。水を入れていく。蓋を閉める。閉まらんな。火をつける。 OK、 これで待っていこう。楽しみです。はい、ということで完成。赤町の刺身と寿司と鍋です。刺身とかね、盛り付け方がよくわからないですね。で早速ですね、食べていきたいと思います。やっぱね、撮影もしながらなんで結構時間かかりますね。昼ご飯に食べようと思ったんですけど、もう今結構今3時です。時間かかってますね。まずは刺身からいこうかな。素材の味をね、ふんだんに生かした。で皮なしからいくか。はい、じゃあ皮なしの刺身からいただきます。うん、うまい。うまい。コリコリしてる。美味しいっすね。めっちゃ美味しいな。癖とか匂いもそんなに気にならないですね。でコリコリして美味しいです。で皮の部分ちょっといってみますね。うん、皮の部分の方がちょっと若干ね、甘みが増した感じします。皮ついてるんで結構硬いかなと思ったら、そんなこともなく結構すんなり噛み切れますね。うまっ、うまっ、やばたまらん。うまっ。寿司いっていいですか。いただきます。いやー贅沢だな。結構ね、分厚めに切ったんですよ今回。醤油を少しつけて。いただきます。うん、おお、うまっ。うますぎる。あ、酢飯と一緒に食った方がより甘く感じる。皮付きいってみます。うん、うん、あ、こちらはね、コリコリしてる。弾力があるというか、あの噛み応えがある。ブリッブリッブリッって。多分部位にもよるんでしょうね。部位によっては結構皮付きのが硬い、これもあるという感じでしょうか。さあ、そろそろ冷まってきたかな。まだ熱いな。鍋いってみたいと思います。うわー、いい感じ、いい感じに。あー、香りすごい。蓋を開けた瞬間のこの辺り一面に漂うこの香り、素晴らしい。早速汁から少しいってみていいですか。汁とネギ一緒にいきます。うまっ、すげえ。じゃあ身いってます。デジャーかい。うわ、うまっ。白菜をのせて、えのき、ネギからのこの赤町。
これ巻くんですよ。これ巻きます。いただきます。あっつあっつ、うまっ。あー、うわー、最高。これ葉っぱにもしっかり味が吸い込まれてるっす。なんといっても魚に合うのが日本酒なんですよ。本日も持ってきました。じゃん、俊信。あ、間違えた、久保田です。百寿久保田。これもね、キンキンに冷えてるんですけど、今日はね、ちょっとこの後運転する予定があるんで、こちらで我慢したいと思います。こちらも十分美味しいんですけどね。よっしゃ、キンキンに冷やした琉球グラスに入れましょうか。うわ、最高だ。よっしゃ、いただきます。黒蜜炭酸水。取りそうだった。やばいやばい、なんかテンションがおかしくなってる。泊まり湯町まで買いに行ってよかった。えのきもいい味出してる。麺玉までしっかり火が通ってる。これね、美味しいんだよな。沖縄の妖精のね、キジムナっていうのがいるんですけど、あれは魚の麺を好むって言われてますね。今回皮ありと皮なしの身を同時に今この鍋に入れてるんですけど、鍋に入れた場合そんなに皮があってもなくても変わらないですね。皮だけに皮引きした皮も入れてみたんですけど、この皮結構濃厚な出汁が出てる。うん、うまい。この皮から結構出汁が出てる気がする。もっとね、ゴムみたいにブヨブヨしてると思ったんですけど、結構簡単に噛み切れますね。おいしい。あー、やばい、眠たくなりそう。寿司は全部食べてしまったんですけど、まだネタ残ってるんで、刺身も残ってますので、残りは夕飯で家族と一緒に食べたいと思います。ということでですね、今回は泊まり湯町ですね、浜台赤町を買ってきて、刺身と寿司と鍋にして食べました。最高に美味しかったです。さすが高級魚、めちゃくちゃ美味しかったです。ちなみに今回の赤町なんですけど、1匹2000円でした。赤町の横に平町っていうのがあって、でその横に市中町っていうのがありました。同じ町系の魚なんですけど、機会があればその平町と赤町どう違うのかっていうのをいつか食べ比べしてみたいなっていう感じですかね。いやー、にしても本当に美味しかった。やっぱり胃の上でつく魚よりも臭みがなかったですね。甘いし、はい、これはこれで美味しいんですけど、まあ、個人的には胃の上でつくちょっと磯の香りがするというか、あの魚も個人的には好きですけどね。両方美味しいです。ということで今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。